ムライ香港の動画をご覧の皆さん、こんにちは。さて今回も以前にご紹介したチャーシュー麺の美味しいお店がある西院墳にやってきました。今回は駅から歩いて5分ほどのところにある下町情緒あふれる小さなヤムチャ屋さん三本屋に行ってみたいと思います。西院墳 B 出口の目の前の道を西へほぼまっすぐ進むとボックフーラムロードに突き当たります。そして道を渡ればお店に到着です。席に着きましたので出てきた食器を洗うサイポイをしていきます。どうして普通のお湯で洗わないのという方もいると思いますが、中国茶の場合一煎目のお茶は茶葉を開かせたり温度を上げる役割の後飲まずに捨ててしまうので、ついでにこうやって食器洗いに使う方が多いようです。私もそれに習ってお茶で洗っています。こちらがメニューです。点心のメニューの他に麺やご飯もののメニューがあります。そして裏側には英語のメニューもありました。この英語のメニューができたいきさつやこのお店の名前 3-1 の名前の由来を詳しくブログ記事で紹介していますので、よろしかったら概要欄からぜひ見てみてくださいね。注文した点心が出揃ったので食べていきます。まずは新宿ナウヨこと牛肉団子です。キッチャップというウスターソース的なものをたっぷりかけていただきます。どのお店でも牛肉ナウヨっていうとこれが出てくる定番のメニューです。続いてこちらは干しエビ入りお米クレープのハーマイチョンファンです。プルプル。そしてこちらは大きめの鶏肉まん、ガイカウダイバウです。大きい、これだけでお腹いっぱいになるサイズです。そしてこちらはオイスターソース味の湯葉巻き、ホウヤウシンチョッキュンです。そして最後にこちら、ハスの葉に包まれた牛肉ともち米のちまきのマイガイです。かなり大きなハスの葉で包まれています。それではちまきを開けてみますよ。えいえい。こんな感じでもちもちのもち米の中に鶏肉がゴロゴロと入っています。そして鶏肉まん、中身を開けてみますとこんな感じで鶏肉のあんがいい感じで、この大きさで3個で18香港ドルってすごくないですか。めっちゃ満足感があります。そして湯葉巻き、この中身は豚肉のミンチの他に細かく切られた人参などのお野菜がいろいろ入ってます。スープの味が中まで染みていて美味しいです。という感じで2人で5品いただいたんですけど、いやお腹いっぱいになりました。本当はこの後蒸しケーキのマラゴンも食べたかったんですけど、また次回にします。はい、食べ終わってお会計をすると店員さんがいろいろ話しかけてくれて、店内も少し撮影させてもらいました。年季が入ったこじんまりした店内の様子がいい感じですよね。蒸したての点心をお持ち帰りする人がちょこちょこと買いに来ていました。ということでヤムチャ屋さん三本屋での様子をご紹介しました。なんとこちらのお店40年もの長い歴史があるお店なんですね。そして香港の老舗ならではのスタッフ高齢化問題で実は一旦閉店の危機に追い込まれたんですが、若い世代が引き継ぎまず1年延長して2021年の3月まで頑張ってみようと今奮闘されています。
来年もしかしたらなくなってるかもしれないし、継続できているかもしれない、そんなヤムチャのお店なんですよね。詳しくはぜひブログ記事もご覧くださいね。私もまた足を運んで応援したいと思います。それではまた。バイバーイ。